everyone, how you doing? I'm Krista from Honolulu, 2024 September 5th, Thursday! 皆さん、おはようございます。こんにちは、クリスタルです。今日もですね、こちら、地球のハートチャクラ、ハワイより、毎朝ラジオスタートしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、金星がですね、双子座を抜けて、蟹座さん入りします。でもね、多分ね、他の占星術師さんたちが綺麗に普通に、読みは説明してくださっていると思うので、それは、ちょっとね、オミットしたとして、まあ、火星が、蟹座入りしたり、あとね、もうね、数日前から始まった冥王星が、ヤギ座さん2日ですよね。日本は2日に入ったと思うんですよね。要は11月20日まで、ファイナルチャプター、要は土の時代の、見直し、手放し、やり直し、まあ、うん、人によっては崩すかもしれない。それは人間関係とか、社会のあり方とかもいろいろ全部全てです。はい。まあ、元は観念といった感じでしょうか。でね、まあもう、それもあっていろいろ水面下で、ね、影響し合っていますが、まあ今日の、スクリーンね、映し出されるとしたら、あなたが、それぞれにね、映し出している日常生活の目の前のスクリーンありますよね。生活という意味です。そこにね、何かね、浮上してくるとする、浮上してくるね、可能性があるテーマはね、特にね、水エレメントだったり天秤座関係にドラゴンヘッドテール、まあ、とにかく天秤座の中に何かしら、天体がある方、そしてクリスタル的には感受点とか小惑星、あと月ね、これが入っている人は、結構うずくんじゃないかな。あとね、これはね、囚われだろうが本当だろうが何だろうが、何かしらもうね、2011年ぐらいからかな、ずっと話題になっているツインソウルとかツインフレーム、ツインレイ、ソウルメイト、これありますよね。これにね、別に悪くないですよ。そこにね、すごくね、フォーカスされていたりしている人は、それが囚われであろうが何だろうが、そこにエネルギーが敏感になっているといった意味では、今日結構、まあ、何かしら浮上してくるんじゃないかなと思って、そこにね、クリスタルはフォーカスを当てて、その人たち用に、読もうかなと思ってます。はい、そのね、浮上してくる可能性のあるテーマは、まあ、人それぞれですけど、今日のね、月天秤座で繰り広げられるですね。はい、天秤座朝したんですよ、月が。で、そこにね、すでにね、ホームに帰ってきている金星、あなたの、人生ね、楽しいと思うこと、ここにはそのいわゆる、ファイナンシャルとか推し活とかファッションとか、あとそれこそ恋とか愛とか恋愛、ね、関係してます。そしてね、ジュノ、ブラックリリス、そしてね、ドラゴンテールが火災を寄せ合ってるんですね。もうこれ明らかにね、意味があると思います。うん、はい。で、特にね、小惑星っていうのは意味があるからこそ小惑星にさせられている部分もあるんじゃないかなと、クリスタルは思っております。うん、はい。そしてね、天秤座の月と金星はちょっとね、ざっくり説明させてもらうと、月は感情ですよね。感情のバランス調和、金星ですから、よく言われているのが美と愛ね。で、コミュニケーションっていう意味でも社交的な要素をすごくね、強調するエネルギーでございます。星座的にね、それが私たちに、全ての人に影響していると思ってください。で、天秤座自体がね、人間関係やパートナーシップに関係するサインなんですよね。そこにジュノ、小惑星です。これ小惑星でね、ジュノはね、もうぶっちゃけやっぱりね、結構、まあみんな、キロよりも結構問題抱えているっていうか、何かしら地球上だけですよ。結局、もしもあなたも、魂は一緒っていう風に思ってくれている、分かってるっていう言い方しちゃうもん、してくれていると思うので、そうすると体を抜ける、この今世のボディを抜けると、それは忘れるというか抜けれるんでね、この地球上に降りてきて入ることによって、この順応は、関係してきてます。小惑星ね、はい。結婚やね、結婚じゃなくても何かしら、パートナーシップ、どちらかといえば女性的、男性でも何だろうが、今はなんだっけ、ごめんなさい、もうクリスタルもう
言葉が分かんない、まあ、もうに男だろうが女だろうが関係なく、人それぞれに女性的エネルギーがあるっていうのは分かるじゃないですか。そこの自分の権利とかパートナーシップをすごく、象徴する、ちょっと傷も持っていると言われている、小惑星なんですね、ジュノーは。でそこにまたブラックリリス、ブラックリリスっていうのはやはりね、自分のこれも主張という感じです。アダムとイブの、ごめんなさい、どっちが女だったっけ、もうちょっと読み直さない、今日は頭が働かない、ごめんなさい、女の方イブちゃんやっけ、イブちゃんの前の妻なんですよね。でイブちゃんのようにちゃんと、要は昔のいわゆる女性的な役目を、したくないっていう自立した女性として、エデンの園を、脱出したんですね。はい、言葉悪くてすいません。それがブラックリリスで、ブラックっていう名前を付けさせられてしまっていますが、本当は私たちに何を、求めているかっていうと、自立して、ノーはノーと言って生きていくようにサポートしてくれているんです。でもそれに気づかない限りは、ブラックリリスがもしもね、あなたに悪さをするとしたら、まあちょっと欲望とかね、そういうのが出てくることに関係しています。でもそれと向き合えば、解放すれば、すごくブラックリリスは太陽、第二の太陽、いやもしかしたらそれ以上のエネルギーがあるかもしれません。輝かしい本来の自分で生きれるってことですね。はい、それがね、重なっていることによって、もう明らかに、あ、それとね、ドラゴンテール、過去の、やってきたこと、もしかしたら多少なりとも傷も関係しているかもしれないですよね、やはり。それが、もう肩寄せ合ってるんですね。で、個人やパートナーシップにおける、このパートナーシップっていうのは、クリスタのさっき言ったように人それぞれなんで、相手を思い浮かべてください。はい、前世からね、影響しているあなたの深い欲望や、欲はあっていいんですよ。それを早く向き合って蓋をせずに、嫌だとか、あ、自分ってなんて見にくいんだろうとか、なんてすごく悪なんだろうとか考えたりとかせずに、それ蓋かけている時点だから、はい、地球上に降りてきた人は何かしら持たされるようになってるんで、それに向き合うことです。それが不安があぶり出されてくる可能性があるかもしれません。だからそれがあなたの目の前のスクリーンに浮上してくるってことなんですね。もしかしたらそれは、普通に一般的に、自分の会社の上司との関係だったり、それこそ自分がどこにフォーカスしているかであって、囚われていようが、それが本物だろうが偽物だろうが、そのいわゆる、テーマになっているツインフレームとか、ツインソウルとかね、そういう人との、何かしら、関係性で出てくるかもしれないです。でもそういう時だと思うですよね、この星の配置的にも。まあ、あの、移行的にもそうですしね、土の時代を終わらして、イコール、これから新しい地球、もっと宇宙的な地球になっていきますから、そういう重たいエネルギーは、どん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 手放さなきゃいけない時期になっているから、まあ、恋愛なり何なりを使ったとしても、宇宙は私たちをサポートして、他者の中に自分を映し出しているっていうことに悟りを開き、ここにね、そして統合していく、イコール相手との統合っていう風に捉えすぎるとまた巻かれてしまうので、この地球のエンタメに、ごめんなさいね、地球のエンタメなんて言っちゃって、結局は、自分の内側じゃないですか。自分の内側で、全てのエネルギーを統合していくっていう風に、どんな引っ掛け問題があってもそういう風になっていると思います。はい、そしてですね、そこにね、向かい合うのがドラゴンヘッド。今、おひつじ座さんにあります。おひつじ座さんというのは2025年1月11日まで。ね、自分っていうものをいかにアイデンティティ、をね、ちゃんとね、傷つけられたこととも向き合い、自分のアイデンティティ、自分の、魂の向かう方向に、主軸を持って、自分の人生をどうドライブしていくかっていうところにサポートしてくれているのがこのドラゴンヘッドです。これとね、180度なんですよ。もちろんそうですよね。ドラゴンテールが180度にあるのだから、ヘッドがあって、そしてテールが180度ですよね。これから目指す方と過去が、向き合ってるってことです。そこに今日ブワーって集まってるってことです、天秤座に。はい、もう明らかにすごく、今日も深い深い学びがある日、深い深いところからの炙り出しがあるかもしれない人もたくさんいらっしゃいますが、まあまあまあ皆さんね、ちゃんとセッティングした分量しか出てこないのね、出てきたってことは苦しくても解放の時期だと、これだけは冷静にね、受け止めてください。もう主要素になりましょうね。はい、カルマの解放と新たな
なチャレンジです。なぜかとドラゴンヘッドが180度向こうにあるからね。自己の成長、まあもしかしたらあの人の成長って思う人もいらっしゃるかもしれないですけど、結局自分を成長させたらその相手もじゃあ成長しますからねっていうところを思えば、もう自分にフォーカスしてくださいね。はい、あなたの天命使命に焦点を当てさせられます。はい、そんな感じです。ちょっとね、最近ね、個人セッションでこのテーマがやっぱり多いんですよ。なんか10年前からアメリカでは結構話題になってるんだけど、今やっぱり、すごく日本圏でも日本語圏でもすごくどんどんやっぱ話題になってるかなと思います。はい、そしてですね、今日の、スターシードのカードはプレアディスカードを使いました。はい、でもねやっぱりね関係してるんですよね。こちらもね読みますね。今日のねカードはね、日本語に訳すと本質に気づくという意味になります。このカードの意味は、今ね私たちが、まあ、あなたが お互いね、みんな何かしら、取り組んでいるトピック、考えなきゃいけないトピック、私たちが問題や状況の核心に気づく時期が来てますと記しています。で、過去のね方法に頼るのではなくね、あの物事の、根本を見つめて直感や本能に従って行動することが求められています。で、その中にね出てくるネガティブな感情にとらわれないことが、とてもこのカードは、大切だと私たちにね、メッセージを送ってくれてます。で、ネガティブな感情にとらわれるのではなく、ネガティブな感情は解放しっていうのは出てくるってことは、先ほども言ったように解放するときってのはもう皆さんもご存知ですよね。だからそこにとらわれないで、そうするとね、問題の本質を理解できなくなっちゃうんですよね。もうそれは皆さんももう重々わかってる、それでもってね思ってしまうのはわかるんですけど、やっぱこれを言うことによって、なんかこう人に言われることによってあーって思い出したりするんでね。はい、で、理解することで前に進む力がすごくやっぱ得られてくる、この時代を駆け抜けていくってことですよね。で、全ての問題、そしてね、ソウルメイトやさっき言ったツインソウル、ツインフレームなどを含む人間関係においてもね、囚われた感情を解放し、いかなる相手にも自分の映し鏡であるってことを肝に銘じて、自分と向き合うことで問題となっている本質に気づき、そして統合に向かえますというふうにね、プレアディスカードからもメッセージが送られてきてますということでね、ちょっとね鳥肌が立ったんですけど、なんでねもうね、こうあのカニが、火星入りとかね、もうそれはもう他の、有名な、星読みさんたちに任せてと思って、クリスタルはね、こっちを読みましたといった感じで、よかったら参考にしていただければ嬉しい限りです。 Thank you for listening. Thank you for watching everyone. Have a nice Thursday. 今日もさらにあなたが美しくダイヤモンドのように、イエーイ、ダイヤモンドの以上に輝きますように。